こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯作るよ。いつだったかな。いつの晩ご飯か忘れちゃった。大根を細切りにするよ。連休2日目。今日も予定もなくお家でゴロゴロダラダラしちゃってる。あ、そしてさ、東海とか関東方面に台風15号だっけ？15号がこう行ってるけど、大丈夫かな？大きな被害がなく通り過ぎてくれることをね、願います。なんか雨がいっぱい降るって、ね、昨日コメントで見たからさ、雨がいっぱい降るのも大変だからね、みんな気をつけて過ごしてください。そしてこれね、きゅうりも切ってさ、薄切りして、軽く塩もみをするよ。で、カニカマを細切りです。そしたらね、なんだ、野菜の水分をしっかり絞るよ。でね、分量はこれです。そしてね、今日は連休2日目なんだけど、トトはね、年に一度の会社のあれなんだっけ、会社の健康診断、毎月ね、毎月じゃないわ、間違っちゃった、毎年9月のね、今頃、9月の今頃って9月の今の時期にあるからね、トトはね、病院に健康診断に行ってます。そして息子はもうさっき遊びに行って、今お家に娘と2人、おしゃべりな息子がいないからね、すごく静かで、これはね、ちくわは縦半分に切って1センチぐらいかな、そんぐらいにね、まあ切り方なんてどうでもいいの、適当に切っちゃってで、油揚げもさ、程よい大きさに切るよ。で、油を熱して、もうね、これただのひじきね。さ、やっぱりさ、私たちのお年頃になるとさ、煮物が恋しくなって食べたくなるんだよね。ひじきとかさ、あとは切り干し大根とかね、たまに卯の花とか、卯の花だよね、卯の花、おからの炊いたやつね、ああいうのがね、食べたくなるのよね。でさ、これを炒め合わせて、全体に油が回ったら、豆腐を崩しながら炒めるよ。このね、豆腐が入ったひじき、私大好き。そしたらね、分量はこれです。あともね、健康診断毎年異常なしでありがたいことですもうさ、私たちのお年頃になると何やらかんやらあるからね。ただね、トトはね、神経痛、もう じいちゃんみたいだけどさ、神経痛なのよ。もう膝が痛かったり、そしてあれは何だろう、グルコサミンかなんかを飲んでるよ私はまだね、膝は大丈夫、今んとこね。でも立ち上がり方に、相手だったらよっこいしょって言わないと立ち上がれないけどね、今んとこ大丈夫かな。で、この日のお味噌汁はね、キャベツ、ナス、玉ねぎ、しいたけだった模様です。小松菜を入れようと思ったんだけど、多分この前日に全部食べちゃったんだよね。小松菜のお味噌汁も美味しいもんね。食感がたまらない。
で今日は土曜日、一応ね鹿児島はね天気はぼちぼちよくて日が照ってる。で今日ちょっとテレビをつけてないからわかんないけど最高気温何度なんだろうね。昨日はまあ暑かった、本当に。今日はちょっとはよかのだろうか。もうね夏に戻らないといいんだけど、やっぱ30度を超えるとさ暑さが違うじゃん。あれこれも何してる？あ、これはねポークビーンズの玉ねぎ切ってるね。これはだいたい1センチ角ぐらいにね玉ねぎも人参も切るよ。でさポークビーンズって今も給食でもあるみたいだけど、私たちの頃からあってその当時はあんまり好きじゃなかったのよね、あの自分がちっちゃい頃は。でもさ今食べるとさ給食の懐かしい味がして美味しいよね。でポークビーンズはね息子もねお気に入りです。とともね娘もあのみんなねご飯にかけて食べてた。だからね豚肉をね炒めるよ。豚肉はさあんまり細かく切ればあの食べ応えがないからちょっと大きめでいいの。あの細切れでもいいしバラでもいいしさもうなんでもいいのよね。これが美味しいのよね。で具材もさ私今回何入れたっけ、玉ねぎ、人参、しめじを入れてるけど、もうお家にある野菜ナスとかを入れても美味しいよね。で豚肉にあらかた火が入ったら野菜も入れて炒め合わせるよ。そしたらね、しめじちょっとね、ちゃんと崩さないでこの塊のまま入れたから崩しながら炒めてる。もうこう炒めながらさ、あら、ちゃんとばらせばよかったって思った。そしてね、うちは大豆は1袋だいたい130、あの大豆の水煮ってさ130g から 150g ののが売ってるよ。あれを使ってる。一袋でもいいし、二袋でもいいしね。大豆おいしいからたっぷり入れてもいいの。そしたらね、分量はこれです。このポークビーンズがほんと懐かしい味でね、久しぶりに作ったけど美味しかったです。そして次の日にはね、朝にちょびっと残ったから、そこにカレー粉を足してね、カレー味にしてね、私はね、朝ごはんにもりもり食べました。美味しかったよ。で、調味料入れたらさ、全体をこうなじませて、もう豚肉とか大豆とか転げ落ちたのも入れて大丈夫。ちゃんと掃除してるからね。で、このままさ、弱火で15分コト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 したら、もうこれでポークビーンズの出来上がり。たまにはね、給食の懐かしい味を思い出して美味しかったです。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、良い一日を。